はい、こんにちは、116インズです。ワールドシリーズが終わって3週間ほど経過しましたが、まだですね、 FA などの目立った動きというのは出てきていません。ファンとしては注目の FA 選手たちがどのチームで来シーズンプレーするのかというところは非常に気になるところではありますが、こちらに関しては今後の動きを待ちたいなと思っています。で、MLB では皆さんご存知の通り、基本的に契約が満了すればどの選手も全員 FA になるという仕組みになっています。当然スター選手であればそれこそとんでもない巨額の契約をゲットできる、今年の FA 市場で言えばレッズのトレバー・バウアーなんかはおそらく相当いい契約を今オフゲットできると思われますが、一方で怪我ですとか、またそもそも成績が振るわなかった選手に関しては、たとえどれだけ実績があったとしても格安契約、はたまたマイナー契約を結ばざるを得ないということも MLB ではよくある話です。ただそんな格安契約を結んだ選手たちの中にも掘り出し物というものは当然存在していまして、チームが期待していた以上の活躍を見せるということもしばしば起きるんですね。今回の動画では昨年のオフお買い得だった超格安の FA 選手たちを6人ほどご紹介しまして、その中から誰が一番お買い得だったかというところを勝手に決めていきたい、題して格安 FA 選手権ということでやっていきたいなと思っています。それでは早速最初の選手を見ていきましょう。はい、まず一人目はロイヤルズのグレッグ・ホランド。もともとロイヤルズでプレーしていた選手でして、2015年ロイヤルズが世界一になった年も活躍していた選手なんですが、ただこの2015年のシーズン終盤に怪我をしてしまって、でしかもその怪我がトミージョン手術が必要なものだと判明しまして、2016年シーズンは全休せざるを得なくなってしまいました。で、2017年にロッキーズで復帰しまして、この年セーブ王に輝くなど見事なカムバックを果たしたんですが、ただ18年と19年、この2年間はホランドにとってもあまりうまくいってませんでしたね。特にここ2年間は制球がかなり荒れていまして、9イニングあたり6個のフォアボールを出すなど、ちょっと MLB のリリーフとしては不安定な状態が続いていました。その結果昨年のオフロイヤルズとマイナー契約を結ばざるを得なくなったんですが、ただ今シーズンのホランド28試合で防御率 1.91 とマイナー契約から上がってきた選手ではありますが、かつての輝きを取り戻すシーズンとなりました。今季のホランド特に制球面が劇的に改善しまして、今季の9イニングあたりのフォアボールは 2.2 個と彼の全盛期である2014年シーズンと同じぐらいの水準に戻っていますし、昨年は6個を超えていたことを考えると、いかにその改善が劇的なものかというところがわかるかと思います。もともと実績がある選手とはいえ、マイナー契約でシーズン1点台のリリーフ投手をゲットできたのはロイヤルズとしてもかなりの儲け物だったんじゃないでしょうか。続いて2人目はロイヤルズとパドレスでプレーしたトレバー・ローゼンタールですね。ローゼンタールについても先ほどのホランドと同様、ロイヤルズとマイナー契約を結んだ選手なんですが、パドレスとのトレードが決まった際に当チャンネルでも取り上げた選手ですけれども、昨シーズンはローゼンタールにとっても本当に忘れたいような1年でして、最初はナショナルズでプレーしていたんですが、開幕からしばらくは防御率が無限大の状態が続いていまして、それがかなりネタにされていた選手です。で、ナショナルズで散々な成績を残した後、タイガースと契約したんですが、そこでもあまり成績は改善せず、結局昨シーズンのローゼンタール22試合に登板して防御率はなんと 13.50、 あまりに悲惨な成績を残したため、昨年のオフはマイナー契約を結ばざるを得ませんでした。昨年のローゼンタールの足を引っ張っていたのはホランドと同様フォアボールの多さなんですけれども、昨シーズンは9イニングあたりなんと 15.3 個、これが今シーズンに入って大幅に改善しまして、シーズン通算では3個となんと5分の1まで減らすことができました。で、ロイヤルズではクローザーとして活躍した後、トレードデッドラインにパドレスへのトレードが決まりまして、パドレス移籍後は防御率 0.00 と抜群の安定感を誇ってプレーオフを目指すチームをブルペンから支えた、そんな選手でした。もともと球威はピカイチの選手ですし、それがストライクゾーンに投げられるようになっただけでこんなにも選手は変われるんですね。ロイヤルズはクローザーを見つけただけではなく、トレードでプロスペクトもゲットできましたので、先ほどのホランドもそうでしたが、昨年のオフのマイナー契約はかなりうまくいったチームなんじゃないでしょうか。はい、続いてはマリナーズとブルージェイズでプレーしたタイワン・ウォーカー。ウォーカーは18年にトミージョン手術を受けまして、その影響で2019年はシーズン最終戦の1イニングしか登板できませんでした。そのため昨年のオフはなかなか契約が決まらず、最終的には1年総額200万ドルと大変安い契約でブルース・マリナーズと契約しました。で、マリナーズでのウォーカーは開幕からローテーションに入りまして、5先発で防御率 4.00、 クオリティスタートも3度記録するなど先発としての役割をきっちり果たしまして、この結果トレードデッドラインまでに需要が生まれ、最終的にはブルージェイズへとトレードされました。ブルージェイズ
ーズとしてはこのウォーカーにユヒョンジに続く2番手としての高い期待を寄せていたと思うんですが、ブルージェイズ移籍後の6先発で防御率はなんと 1.37 とチームが期待していた以上の成績を残し、チームは見事ポストシーズン進出。ウォーカーのトレードはブルージェイズとしても大成功だったんじゃないでしょうか。まあ、ウォーカーに関しては昨年1イニングしか投げられなかったということで、トミージョン手術明けどれだけ投げることができるかというところが各球団にとって最大の疑問点だったわけですが、今シーズンその疑問点は見事に払拭しましたし、このオフ再び FA となりましたが、おそらく昨年の契約とは比べ物にならないぐらいいい契約をウォーカーはゲットできるかと思っています。マリナーズとしては200万ドルで契約した先発投手がシーズン半分はローテーションで活躍しましたし、またブルージェイズとのトレードではプロスペクトもゲットできましたので、投資した額以上のものは回収できたのではないかと考えています。続いて4人目はオリオールズとブレイブスでプレーしたトミー・ミローン。ミローンは最近ではかなり珍しくなった、まあ、いわゆる技巧派の左腕、抜群のコマンドで勝負するタイプの選手なんですが、まあ、やはり最近の MLB ですとなかなかこういったパワーのない選手はあまり人気が出にくく、昨年のオフもマイナー契約でオリオールズに入団しています。でミローンは開幕から先発ローテーションに入ったんですが、意外や意外結構好投しまして、1勝4敗と負け越してはいるんですが、防御率は 3.99 で技巧派左腕ながら結構面白いことに今年は三振が奪えていまして、オリオールズでの29回3分の1で31奪三振とイニング数を上回る三振を記録しているんですね。まあ、技巧派の選手でもまだまだいけるぞということを証明したオリオールズでの前半戦だったかなと思っています。でその結果、先発ローテーションが火の車だったブレイブスへのトレードが決まりまして、まあ、ブレイブス移籍後は9回と3分の2で自責点がなんと16と打たれまくって全くの期待外れに終わったんですが、ミローンのおかげでオリオールズはプロスペクトをなんと2人もゲットできまして、ブレイブス移籍後はともかくとして、オリオールズとしてはこれ以上ないぐらいミローンは今シーズンいい活躍をしてくれたんじゃないでしょうかね。続いて5人目、こちらもオリオールズの選手でして、ホセイグレシアス。この選手は守備が結構有名な選手でして、毎年守備指標はそれこそ MLB でも随一の成績を残すショートなんですけれども、ただ残念ながら打撃の方がさっぱりでして、そのせいで特にここ2年間は格安契約を結ばざるを得なくなっているちょっと不遇な選手なんですね。今シーズンもオリオールズと1年総額300万ドルとかなり安い契約となっています。ただ今シーズンのイグレシアスは打撃面が覚醒したと言ってもいいようなシーズンを送りまして、39試合で打率がなんと3割7分3厘、OPS も9割5分6厘と、短いシーズンとはいえ彼のキャリアの中で最も打撃がいい年だったとも言えるかなと思います。で今シーズンのイグレシアス、特に変わった点としてハードヒットレートがかなり上がっていまして、まあ、これまでは MLB でも下位の選手だったんですが、これがリーグ平均ぐらいまでハードヒットレートが上がったおかげで今シーズンは打撃面でかなり充実したシーズンを送ることができたのかなと考えています。今期のウィンズアボブリプレイスメントも 1.2 と、これは同じショートで言えばフィリーズのジーンセグラと全く同じ数字となっていまして、セグラは今シーズン年俸が1400万ドルを超えているのに対し、イグレシアスはその約5分の1の300万ドルですから、オリオールズとしては相当美味しい契約になったんじゃないでしょうか。で今期の活躍もあってオリオールズはイグレシアスの来季オプション行使を決定し、イグレシアスは来シーズンもオリオールズでプレーすることとなりました。はい、最後はカブスのジェレミー・ジェフレス。2018年ブルワーズでオールスターにも選ばれたことのあるリリーフピッチャーなんですが、昨シーズンは防御率 5.02 と調子を崩してしまいまして、今シーズンは1年総額85万ドルと大変安い契約でカブスに加入しました。すると今期のジェフレス、これまでそこまで頻繁に使ってこなかったスプリットを今シーズンは投球の3割以上で使ったおかげか、22試合で防御率 1.54 と大活躍。カブスはクローザーのクレイグ・キンブレルがなかなか調子が上がらないという状態が続いていたため、このジェフレスがクローザーを務めたという時期もありました。まあ防御率は 1.54 と大変優秀なんですが、奪三振率、四死球率ともに昨年と比べて悪化していますし、まあ、少し運に恵まれた要素はあるのかもしれませんが、ただバレル率は非常に優秀ですし、致命傷になりうる打球はうまく抑えることができていたのかもしれませんね。まあそもそもが85万ドルで獲得したリーフですし、今季カブスの地区優勝を支えた投手陣、その中にあってジェフレスの存在感は非常に大きかったのかなと感じていますので、この契約もカブスにとっては非常に良いものになったんじゃないのかなと考えています。ということで、ここまで6人のお買い得だった超格安 FA 選手をご紹介してきましたが、まあ、どの選手もチームとしてはほぼノーリスクで獲得して、で結果としてチームに貢献してくれたわけですから、どの選手もチームにとっては掘り出し物だったのかなと思いますが、ただやはりこの中での1番ということであれば、
個人的にはローゼンタールかなと考えています。まあ、昨年あれだけひどいシーズンを送りながらも今シーズン移籍前そして移籍後ともにクローザーとして大活躍しましたし、またトレードに際してはロイヤルズにそこそこのプロスペクトももたらしましたので、当事者全員がハッピーになったという点でもまあ大当たりと言ってもいいような契約だったのかなと個人的には考えていますが、まあ、ぜひですね皆さんのご意見なんかもコメント欄で聞かせていただけると幸いです。もちろん今回ご紹介した6人でもいいですし、また皆さんが考える昨年のオフの掘り出し物の選手を教えていただけるとなお嬉しいです。おそらく今オフもこういった形で格安契約を結ばざるを得ない選手は出てくると思いますが、今回ご紹介した6人の選手のように来シーズン大活躍する姿を見せてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですねメルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。